1979年清里の方へ、でオープンさせていただいて、単なる日本の田舎の良さもそうなんですけど、外国の文化も入って、和洋折衷の高原文化というんですかね、それがとても気に入りまして、部屋タイプはツインルームが3部屋で、トリプル仕様のお部屋が2部屋、あとはカントリースイートっていうあのメゾネットタイプのお部屋が1部屋と、やはりメゾネットタイプなんですが、フォーベッドルームのファミリールームが1部屋の、合計7部屋で営業させていただいてます。清里の酪農で、高原の風景をあの形作られているんですけど、そういう風景にとてもマッチしたあの様式なんで、こういうニューグランドスタイルの田舎屋を模して作ったのがうちの建物のコンセプトになります。清里の、美味しいものを召し上がっていただくっていうので、家内がコック担当なんですけど、手作りクッキーとうちの、オリジナルのハーブティーでご案内をさせていただいてます。料理は和洋折衷 の、 あのフルコースでお出しするんですけど、あのオードブルサラダから始まりまして、でその後やはり地元のお野菜と使いました、スープですね。その後にお魚料理で、私の友人があの、自分の敷地に湧き水がございまして、その湧き水を使った川魚、ニジマス、イワナ等の魚料理を出して、その後お肉料理、富士桜ポークっていうあの美味しい豚肉がありますので、それをメインにお出しして、最後手作りのデザート、コーヒー紅茶で、締めの形で暖炉に火が入ってますんで、今まで7回ですか、あの遊びに行って、台北、台中、ファーレ、あとは台南ですね。四季折々あの自然の厳しいところですから変化に富んでますので、やはり四季の移ろいの場面場面をですね、ぜひお楽しみいただけたらなと。清里はあの 3000 メートル級の山並みに囲まれたあの伸びやかなその高原になりますので、あの開放感は抜群でございますので、あの初めての方も、何度もお越しいただいた方も、必ずリフレッシュできる場所になりますので、美味しい空気と美味しい料理を、心を込めてお作りしてお待ちしてますので、ぜひ再開したいと思いますし、私も頑張りますし、皆さんも健康を利用されまして、再開、最高な再会ができたらなということで、お待ちしてますので、またぜひお越しいただけたらと思います。